待ち箱はこんな感じの巣箱を2段重ねたものです。この待ち箱をたくさん作れば作るほど捕獲の見込みは高くなります。実は初心者が待ち箱を置いても捕獲できる確率は1割くらいなんです。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回は昨年公開して大好評だったニホンミツバチの分蜂群れを捕獲するコツの内容をより詳しくお届けしたいと思います。ニホンミツバチの捕獲は空の巣箱を置いておいて野生のミツバチが引っ越してくるのを待ちます。今回紹介するコツ以外にも効果があるのかないのかよくわからないものがたくさんありますが、これから始める方は今回紹介するコツを重点的に実行していただくのがいいと思います。ニホンミツバチの捕獲の方法はとてもシンプルなので特別な技術は必要ありませんが、どれだけ準備ができるかと運が大切になってきます。それでは捕獲のコツを5つ紹介していきます。捕獲のコツ1、捕獲シーズンに遅れない。ニホンミツバチが巣箱にやってきてくれるのは春先から夏くらいまでですが、大半は春先の1ヶ月ほどで終わってしまいます。春先に新しい女王蜂が生まれると片方の女王蜂は約半数の働き蜂を連れて新しい巣に引っ越します。この時に空の巣箱を置いておくとニホンミツバチがやってきて中に巣を作ってくれることがあるんです。このミツバチの群れが増える仕組みを分かれる蜂と書いて分蜂と呼びます。この分蜂が起こる時期のことを分蜂時期と言います。分蜂が起こる時期がそのままニホンミツバチ捕獲のシーズンになります。ニホンミツバチの捕獲ではこの分蜂時期に遅れないことが大切なんです。分蜂の時期は九州南部では3月中旬、九州の北部では3月の下旬、中国四国から関東までの太平洋側の平野部では3月末頃、北陸や東北の南部では4月の中旬、東北の北部では4月の下旬くらいから5月の上旬くらいに始まります。ただその年の気候にも影響を受けるので1週間くらいは前後します。分蜂が多いのは始まってから1ヶ月ほどです。それを過ぎると数はかなり減少してしまいます。分蜂時期の把握はとっても大切なので週末予報では分蜂マップというアプリを作って提供しています。分蜂マップには全国の飼育者さんが捕獲したり目撃した分蜂を報告してくれます。2020年には2700件を超える報告がありました。分蜂マップでリアルタイムの状況を見ながら準備をしてください。自分の地域よりも少し暖かい地域で分蜂が始まったらもうすぐです。分蜂時期に遅れてしまうとその分だけ捕獲の見込みが下がってしまいます。時期を逃してしまうとチャンスは1年後です。絶対に遅れないようにしましょう。捕獲のコツ2、待ち箱をたくさん作る。2つ目のコツはとってもシンプルです。待ち箱をたくさん用意しましょう。捕獲用に設置する巣箱のことを待ち箱と言います。待ち箱はこんな感じの巣箱を2段重ねたものです。この待ち箱をたくさん作れば作るほど捕獲の見込みは高くなります。台はコンクリートブロックなどの適当なもので、屋根もトタンなどの適当なもので大丈夫です。巣箱の作り方について詳しい動画もあるので概要欄から見てみてください。こんなのでいいのと思われるかもしれませんが、ニホンミツバチが入居してから台や屋根をしっかりしたものに交換して重箱を追加すれば全く問題はありません。最初から立派な巣箱を用意しようとすると作るのが大変ですし費用もかさんでしまいます。たくさん用意するのが難しくなってしまいます。なので2段の巣箱をたくさん用意するようにしましょう。実は初心者が待ち箱を置いても捕獲できる確率は1割くらいなんです。週末予報では最低でも待ち箱を5個用意することをお勧めしています。巣箱作りは大変ですがなるべく冬の間に用意しましょう。巣箱はすぐに腐ったりはしないので今年ダメでもまた来年使うことができます。捕獲のコツ3、いろいろな場所に置く。捕獲のコツの3つ目は待ち箱をいろいろな場所に設置することです。先ほど5つは巣箱を作りましょうと言いましたが、用意した5つの巣箱を全て家の前に並べても意味はないんです。家の敷地に置く場合だと前の庭と裏庭に置くくらいならまだ効果はあるかもしれませんが、
そもそも家の周りにニホンミツバチの群れがなかったらなかなか入居しません。そのため町箱はいろんな場所にバラバラに置く必要があります。できればそれぞれの巣箱を数百メートルは離しておくことが理想的です。町箱は庭の隅や畑の隅などわずかなスペースに置くことができるので、できれば親戚やご友人に頼んで巣箱を置かせていただきましょう。ミツバチが入居した後に巣箱を動かすことも可能です。ただ近所迷惑にならないように注意してください。他人の敷地に無断で置いたり、神社や道路脇などに勝手に巣箱を置くことは絶対にやめましょう。また住宅地でニホンミツバチの飼育はできません。捕獲のコツ4、蜜蝋を塗る。空の巣箱を置くだけでもニホンミツバチが入居することはありますが、あまり確率は高くありません。入居の可能性を高めるために巣箱にニホンミツバチの蜜蝋を塗りましょう。蜜蝋というのはミツバチの巣の材料です。ニホンミツバチは前に仲間が住んでいた場所を安全な場所と思うようで、蜜蝋を塗っておくことで中古物件と思わせます。巣箱に蜜蝋を塗っておくとニホンミツバチが入居しやすくなると言われています。蜜蝋は必ずニホンミツバチのものを使うようにしましょう。蜜蝋自体なかなか販売されているものではないですが、販売されている蜜蝋のほとんどが西洋ミツバチの蜜蝋です。西洋ミツバチの蜜蝋では効果がありません。ニホンミツバチの蜜蝋は明記してあったり、ニホンミツバチの捕獲用として売られています。ニホンミツバチの蜜蝋を購入して巣箱に塗るようにしましょう。週末予報でもニホンミツバチの蜜蝋を取り扱っていますので、概要欄からチェックしてみてください。捕獲のコツ5つ目、待ち箱ルアーを使う。蜜蝋に加えてニホンミツバチの誘引によく使われるのが待ち箱ルアーです。これは金鳥片というニホンミツバチを誘引する不思議な卵の誘引成分を化学的に合成して生まれた製品です。待ち箱ルアーは分蜂時期に開封して巣箱に取り付けるだけで使えます。もちろん金鳥片を使うこともできますが、金鳥片は入手方法や栽培が少し難しいです。特にニホンミツバチの分蜂時期に合わせて金鳥片が開花するように開花調整を行う必要があるので、初心者の方にはこれがなかなか大変です。初心者が最初から金鳥片を使おうとするとうまくいくか分かりませんし、かといって分蜂時期に花が咲いた金鳥片を買おうとするととても高価になります。このためこれから始められる方には待ち箱ルアーの利用をおすすめしています。はい、以上がニホンミツバチの捕獲のコツ5つでした。今回紹介したコツはとてもシンプルですが、確実に捕獲に近づきます。分蜂時期までにできるだけ準備するようにしましょう。待ち箱の設置方法や待ち箱を設置してからやることなど、捕獲に関する動画をいろいろ出していますので、ぜひ見てみてください。ニホンミツバチの捕獲は春先の1ヶ月間が勝負です。捕獲ができなかったらまた次の年まで待たないといけないので、しっかり準備して後悔のない捕獲シーズンにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチの飼育や捕獲について発信しています。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。評価やコメントもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。さようなら。